じゃあボールを出してもらってこの位置で受けます。そして反転してからシュートというイメージです。その時にボールをもらって足元に止める、そしてターンする、それからシュートする、そういうふうに時間をかけてしまうとディフェンスに読まれてしまいます。そして取られてしまうことが多くなってきます。ということはパスが来た瞬間にボールをどこにコントロールしてシュートするのか、できるだけワンタッチでシュートの打てるところまでコントロールできるように意識づけしてください。打ちたいのときにはまず最初はじゃあ動作やろ、いきます。蹴りやすいか、蹴りにくいか、ゆうきくんは一度左足でコントロールしました。左足でコントロールもいいのですが、左足でコントロールするとコントロールした足が立ち足になるので、もう一回スピードアップさせてください。これが右足でコントロールした2回目はスムーズにいくので、そのままの勢いを使ってシュートを打つことができます。一度やってみます。